ことの発端は、これ、2021年5月10日の国会の衆院予算委員会の質疑にて、立憲民主党の枝野幸男代表、一番悪いのは大阪府知事だと発言。いや、一番悪いのは大阪府知事ですよ。いうことじゃなくて、やはり先手でですね、やっていかないと、国として責任持てないし、こういう無責任な知事も残念ながらいるんですから。理解のない、野党第一党党首にですね、いちゃもんつけられると鬱陶しいですから。それに対しての今回の吉村大阪知事の発言。では、なぜ、いちゃもんと発言したのか。2回目の緊急事態宣言の時、大阪は府知事がいち早く解除を求めました。そしたら、さっさと第4波です。そして医療崩壊です。病床が不足して自宅やホテルにおられる方がほとんどで、入院できている方は感染者の1割と言われています。重症病棟が足りないために中小病棟で重症者の方が治療を受けていると。枝野幸男代表、中小病棟で治療を受けている。中小病棟では適切な処置ができないような発言。何か多分重症病院と軽症中等症病院ってこう区分けしていくと、何か軽症中等症病院がちょっと小さくてですね、スケールが小さかったり、ちょっとそういう何か報道でも大きなビルの形があって、病院の形があって、軽症中等症はちょっと小さめなんです、まあ、これは報道の皆さんが分かりやすくされたと思うんですけど、でも実際は必ずしもそうじゃなくてですね、軽症中等症病院でコロナの重症者はまあ見ないという前提だったとしても、非常に大きな病院もあって、力のある病院も実は結構あるんです。そこを今回かなり頑張っていただきましたので、本当に軽症中等症病院という呼び方がいいのかどうかっていうのも含めて、今内部で議論しているところです。だから、勘違いされやすいのが、できないところでやってたみたいな報道のされ方もあるんですけど、じゃあできる力のあるところはあるので、誰を受け入れるか、これ最後病院の判断になるわけです。病床確保数とは、感染状況に応じて用意できる上限数のこと。つまり、最大値。それに対し実際に大阪府が減らしたのは、実際の運用病床数。手遅れになった方が相次いでいます。私はもっと驚いたのは、大阪府は2回目の緊急事態宣言が解除された3月1日、それまでの重症病床の確保数が215床だったのを、3月1日に3割減らして150床まで縮小するという通知を病院に出してるんですよ。3月1日ですよ。大阪府は3月1日に減らしたのは運用病床。確保数は減らしていない。大阪府の新型コロナウイルス対策本部会議から抜粋してみました。3月1日、確保数408床。3月11、確保数419床と逆に増えています。つまり、枝野幸男代表は、確保数と運用数を間違えて発言していました。吉村知事は、またこう発言しています。一部の医療機関からは、もうちょっと運用を減らさせてくれと、コロナではなくて、他の病気もやっぱり見たいんだというので、コロナ用に取っている、確保病床は絶対減らさんでくれって言ってるんですけど、運用病床については、ちょっと今、減ってきているので減らさせてくれっていう現場の声が届いているのは事実です。病床不足に輪をかけたんですよ。この早すぎる解除を求めたこと、そして病床、重症病床を減らすという通知を出したこと、明らかな大阪府の判断ミス。判断ミスはあんたや大阪府民が吉村知事に言うのは批判も甘んじて受けなあかんけど、あんた関係ないやろう。しかもどんだけ大阪のこと知ってんの？それを朝令暮改そのものなんですよ、この大阪府は。いや、一番悪いのは大阪府知事ですよ。だけどやっぱり国としてこうしたことを自治体任せで後手に回って結局通知出されたということじゃなくて、やはり先手でですね、やっていかないと国として責任持てないし、こういう無責任な知事も残念ながらいるんですから、政府としてしっかりと対応してください。いかがですか。無責任なのはあんたの発言や。念のため、5月21日衆議院において維新の会の足立康氏が厚生労働省に確認しています。ところがね、国会でね、こうデマが流れるんですね。例えば立憲民主党の枝野代表、まあ、今枝野代表とやり合うのはもう馬場幹事長の役目なんで私はもうやりませんが、ね、
大阪の吉村知事がこの今の緊急事態が始まる前にですね、その前の緊急事態が、をその止めたときにですね、病床を減らしたということでいろいろこう批判をされて応酬がになりました。私は事実関係だけ今日確認しておきたいんですが、新型コロナに対応するための医療提供体制については確保病床と運用病床というものがあって、吉村さんが減らしたのは運用病床であって確保病床ではない。したがって枝野さんの批判は全くお門違いであると考えますが、いかがですか。でご指摘の大阪府についてでございますけれども、本年2月下旬には感染者の減少傾向が継続していたことを踏まえて運用する病床の見直しを図ったことと承知をしています。でその後急速に感染が拡大したことから、それらに対応するため現在大阪府は確保した病床を最大限運用するとともに新たな病床の確保に努めており、国としても看護師の派遣や一生あたり最大1950万円の緊急支援と積極的な支援に努めている、とこういう状況でございます。したがって何か国の、医療政策というかコロナ対策の観点から見ても、吉村大阪府知事のその病床のハンドリング、何か誤りがあったとかですね、そういうことはないと、国の政策と一致しているということですね。先ほど申し上げましたとおり、コロナ病床については、これ、各都道府県とも、一般医療とのバランスに配慮しながら、必要な病床を確保し、感染状況に応じて運用しているということでございますので、大阪府もそれに沿って対応されているものというふうには考えております。立憲民主党、枝野幸男代表のイチャモン、確定です。この後は、大阪府の知事囲み会見の内容です。今後のコロナ重症者の確保病床数や運用病床数について記者団との質疑応答になります。関西テレビの鈴間と申します。今の質問にも関連してなんですけれども、考え方と確保病床の考え方としては、これまで224床が確保病床だったと思うんですけれども、その上にもう一段階作るというかは、まずその224の数字を見直した上で、さらにもう一つ災害レベルという、一般医療を制限する災害レベルのフェーズっていうのを想定するという考え方で、そういうことです。350床でもかなり通常医療としてはやっぱり病院としては制限している部分があると思います。ですのでやっぱり通常医療を制限しないレベルとなると、大阪でいうと224床だと思います。これは友野座長もおっしゃっているとおりで、やはりこれは350ぐらいになってくると、何らか少し負担をお願いしているというような状況、少しというか結構な負担をお願いしていると。で350を超えてくるとなると、多分今の医療界の中ではなかなか難しいという声になると思いますけれども、ただそこはちょっとお願いしますということで、やっぱり災害医療だということを前提にですね、お願いするという計画を立てていこうというふうに今思っています。なので350床について今そういう意味で非常に重症病床にご協力いただいています。今実は病床が200強ということになってますので、一部の医療機関からはもうちょっと運用を減らさせてくれと、コロナではなくて他の病気もやっぱり見たいんだというので、コロナ用に取っている、確保病床は絶対減らさんでくれと言ってるんですけど、運用病床についてはちょっと今減ってきているので減らさせてくれっていう現場の声が届いているのは事実です。これはどうするかというのはまだ判断してませんけれども、そういった意味で運用病床はこれ動いていきますけども、確保病床としてはなんとか340、これを確保したいと思います。それからそういった現場の要請があってどうするかという問題あるんですけど、これで僕は現場の要請に応じてですね、この運用病床を減らすとなったら、またどっかの立憲民主党の代表がですね、吉村の病床を減らしたんじゃないかと、一番悪いのは吉村だと言われないようにしないといけませんので、ちょっとここは皆さんにいろいろこうオープンにしながら進めていきたいというふうに思っています。前回もオープンにしてるんですけどね、理解のない、野党第一党党首にですね、いちゃもんつけられると鬱陶しいですから、そこはよく考えてというか、そういう状況だということをぜひ知っていただきたい。今この現在においても病院によっては運用病床をコロナ用にだいぶ確保してくれてるんですけど、重症でとどうしても他 の, 治療で使いたいということが声でも今届いてます。難しい判断です。だから僕からすると、その
その確保病床を、まあ、350に近くに今見直しということで、その段階でもすでに一般飲料、企業っていうのは制限する状態になるのではないかと思います。なっていると思います。だから350床を常に確保はしていただくんですけど、実運用でも350床の運用となるとベッドを空けているわけですから、でも患者は入ってないんです。つまりそこのベッドに例えば全然違う病気の手術の方を受け入れるとか、それができてない状態がまさに今病院で起きている。コロナの重症患者さんが入っているときはそれもこっちを優先する命を守るためにちょっと急ぎでね手術を待ってくださいとかいろんなこう病院でやっていただいたわけですけど、今そういう状況になってきている個々の病院においては他の病気でやっぱりその制限というのはいろいろ幅はあると思うんですけど、これは使いたいっていうところは実際に大阪府に声は届いています。それが医療の現場の現実です。これが本当に難しいんです。次またいつ再拡大するかわからないし、どのぐらいの速度で増えるかわからないし、でここで大阪府が病とこうすれば大阪府が病床減らしたと国会でも言われるわけですから、非常に判断難しいということです。まあちょっとその国会の話はちょっと置いといて、現実問題としてやっぱり判断が難しい、どっちの要請もあるわけです。で将来どんだけ増えるかもわからないという中で、この本当にコロナで急に増えたり減ったりするから扱いが難しいなと。で重症病床に簡単にはやっぱり当然増えないし、病床確保も非常に大変な中で病院にやってもらっていると。でコロナ以外の病気もあるという中でやってもらっているので、もう非常に現場 の責任者の地位としては判断は難しい、です。増えているときはぜひお願いしますので、どんどんこれお願いするんですけど、減少傾向にあるときというのはベッドが今度出てくるわけなので、他の病気もあるよねと。でこれは224を超えてくると何らかの形で負担を誰かにお願いしているような状況になっています。それは程度はあるんですけど、そういった意味では非常に判断難しいことを今相談を受けています。まだ結論は出していません。けどそういう状況です。以上、ご視聴ありがとうございました。